眼中我的目光，世界之中飞翔向前，宇宙里的。いやもうなんだこれ。いい歌や。いい歌っつうかさ、うん。あね、僕そうこのリズム好き、本当にリズム好きなんだよね。分かってくれる人いねえかな。これ猫弟子のオープニングいいよね。うん。てるてる。てる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 てて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 てサビめっちゃ好きなんだよな、これ。ほんと。サントラ改定。はい、みんなの心に獣萌え。鳥獣人の、バーチャル大学生、阿部高蘭です。こんにちは。この姿での猫にしはね、初めてなるかな。うん。みんな詳しくはなんか過去の配信の、お披露目配信見てください。うん。成長期迎えたこんな姿になりました。もう落ち行っちゃってんじゃん。じゃあいいや。はい、というわけで猫にしやっていきましょう。前回のあらすじ、まあ、シーフパイセンが、そう、なんか、なんかね、変わってくれなくなったよね。うん、悲しいよね。待って、今2分か。で、今。よしよし、20分くらいやろう、今日も。はい、前回のあらすじは、シーフパイセンと相違になってしまったことと、あとね、そうそう。ランドルフさんからのインタビューをね、どうするかって、はい、受けましょう。よいしょ。はい、わかりました。ああそうなんだね。やっぱ妖怪と神との相互理解って結構重要なんだね。ふういえ、ちょっと言い方ってもんが。おお、ランドルフさんなんてクールなんだ。ランドルフさんは記録を取るべく手帳を取り出し、うちの実家についてのことを尋ね始めた。尋ねだよね、多分。漢字なんかこれ聞くとかでよくなんか見るけど、きっと尋ねとかなんだよね。ただ実のところ、俺もよく把握していない内容の質問も多かった。例えば同一の神の多くの心臓の間はどんな関係にあるのかとか、神が外出するときにはどのような名を名乗っているのかとか、どの神の位が高くどの神の位が低いのかとか、こういった内容は神自身でなければ知るゆえもない。え、よし、これどっちだっけ。いや、ゆえだよね、きっと。うんうんうん。もういいや。それにしてもなんでまたこんなことを尋ねて。はあ、その先でこういうの重要なんやな。創作時には細かいやつを改変してやということで、まあ、漫画家でいうインタビューのために休みますってあれと同じやね、これは。しかし創作物ということは事実を参照して作る必要はないんじゃないですか。創作というからには自由に作ってしまっても構わないのでしょう。なるほど、やっぱなんか知らないゼロから始めるよりも、まずしっかりと事実を知った上で創作するって、一応知ってから創作した方がはかどるってやつだな。おお、なんかやっぱ探求心があるってね、すごいな。そうなんですか。俺は創作物というジャンルは個人の自由奔放な想像とその理由のこじつけさえできればいくらでも作り出せるものだと思っていた。それらって実際にはこういう部分に裏打ちされていたのか。おお、学べてよかったじゃないか。うん、りょうくんな。本当にりょうくんって呼び方で合ってんの？このパート10後半ぐらいに来ちゃってるけどさ。合ってるっけ、りょうくんの呼び方で。そちらの方？ああ、ふうえね。ふうえさんね。パーパー。ランドルフさんは、ふうえにそう問いかけた。名前を自分でつけるんかな？ランドルフさん、それを聞くと俺をじっと見据えた。どうかしましたか？
チェンリョウくん、チェンリョウ、チェンリョウとか、もう、まあ、リョウくんでいいでしょ、もうリョウくんでいいんだよ、もう知らないから。命名とは一般に神妙が名前を持つのにさまざまな機会や要因、あ、これ読んじゃった、読んじゃった、風やセリフじゃん。本作的には神を昇進させ名を与えるよう漁港大帝、何これ、あ、ユーファンダーディ、ダーディー、そういうわけじゃない、ダーディーって書いてあるから、ユーファンダーディ、あ、事実上の最高神か、本当はお依頼さんってことでいいか、会社で社長みたいなもんかな。ふむ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 、まあなんか因縁がうんぬんとかそういうことで、なんかやっぱ名前をつけるって重要っていうことは伝わってきたわ。けど俺そのことについて考えたことはあるよ。だってやっぱり名前はあった方がいいでしょ。例えばフーエが他のフーエと話してた時、どっちがどっちなのか呼び分けができないし。へえ、ここに名を持ってるやつって少ないんだ。じゃあむしろシーフーパイセンとかはね、リクラ君が珍しいって感じ。ああ、なるほどね。信徒に何かしら恩恵を与えたフーエが名付けられるから、現在このフーエはあれか、そういう点ではまだ恩恵を与えてないからないんか。で、信徒いねえしな。あ、そうなの、ね、上がると、へえ、心力強くなるんだ。リクラー君並みに強くなるかな。はあ、どうもランドルフさんの話は限界、これ限界って読むのか言外って読むのか、言外な気がすんな。うん、じゃあ言外、言外にもっと深い意味があるように見えるけど、いやー、ユンバオくんはね、リクラーくんって名前があるからね。あ、だよね、だよね。え、違うの？ユンバオは明らかに考え中という表情を見せる。これリクラーでいいんですよね、読み方。ちょっと、カタカナでお願いします。ルカイ族の言葉でいい。そうなんだ。あ、じゃあリクラーってのも、あれ、名前じゃなくて、ルカイ族の言葉でのユンバオだから、実風味みたいなもんなんか。へえ、マジか、リュクラー君って名前かと思ってたけど違うんだ。どちらかというとなんかそういう中毒の命名みたいな感じなんだ。勉強になるな。パート10、これ何 ?17 とか18ぐらいだよね。うん。ここに来て衝撃の事実ですわ。ランドルさん、ユンバーにインタビュー始めた。しかしユンバーは中国語が苦手なせいで、なかなかの難航具合を見せている。それはなんか日本語訳のおかげで忘れがちだけど、これ中国が舞台なんだよね。中国、あ、ごめん間違えた、台湾が舞台、あ、台湾が舞台だよね。多分台湾が舞台だけど。で、あなたが、台北に来てたのはそのアイリリアンに頼まれて、あ、読んじゃった間違えた、やばいやばい、なんかちょっと久しぶりに実況せ、ついつい読んじゃうな。やっぱ読んだ方が理解できるからな、つい読んじゃうんだよね。え、いえ、俺もよく分かってません。俺だって何も知らないよ。ユンバは何も教えてくれなかったし。そうだ、俺は唐突に思い出した。俺確か以前、え、カゴ、ああ、あれだ、なんか友達の名前だった気がする。これ確かなんかもう結構前じゃない、パート10とかじゃなかった、これアイリリアのこと知らないか聞いてなかったっけ。とはいえ、ほにゃらら、カゴで、いや、もうカゴくんね、カゴくんがそれについての情報を得られたかどうかは不明なんだけど、俺ちょっと電話して聞いてみます。ランドルフさんのね、このガッチリムチムチ具合ね、すごい興奮するよねみたいな。どうしても股間に目がいってしまう。すいません、発言を自粛します。俺は携帯を取り出してカゴに電話かける。もしもし、カゴ、お前今学校にいる？あー、ちょっと聞きたいことがあってさ。前にアイリリアンについて何か知らないかって聞いたことあったよね。あれの結果どうなった？何か分かった？百歩だ？へえ。緊急といえば緊急って言えるかな、その話。ちょっとでいいから教えてよ。百歩脱身って呼ばれて、もう読み方わからん。あバーランコーチューって読むの？バーラン、あ、これもルカイ族の伝説か。そっかそっか。そうだね、もともとカゴくんはなんか、あのルカイ族の
関係者みたいなことをどっかで聞いたようなパート中だか忘れたけど、自分でもなんかちょっとパート遡んねえと分かんねえかもしんねえな。どの伝説も大筋はほとんど一致してる。伝承ってことこれ。バーランはダデル部族の盗賊の娘、美貌のウンナルカンタラ。やっぱなんか物語っぽいね。なんか神話に近いのかもしれない。ごめん、ちゃんとあんま読んでないけど、それっぽいでしょ。僕そんな速読得意じゃねえんだよな。バーランなんだっけ、太鼓。あーもういいや、あのバーラン。俺はルカイ族にまつわる伝説を全然知らないけど、バーランなんとかの名前だけは聞いたことがあった。といってもそれはバーランの伝説を元にしたゲームが、そうなんだ。台湾とかってそういう感じなんだね、とかいう話を聞いただけ、実際にプレイしたことはない。結構面白いかな、 RPG ゲームとして。すごいといえばすごいけどね。ああ、それはちょっと置いといて。お前さ、アイリリアに関連した場所とか知らないか。どっか広い場所とか。聖地あるんだ。へえ、聖地を守る神。へえ、聖地。ユンバは君名の説明だけここまで理解しろとかまず無理だからね。そういえばなんか、リクラ君は本当に説明最低限のタイプだったね。俺の友達がルカイ族の風習とかに興味があって聞きたいって言ってるんだけど、過去今それに答えてもらう時間とかある？あ、しまった。そういえばこれはユンバーへの質問だったけど、ユンバーは中国語がうまく話せないから、俺が仲介しているとかこんなのどうやって説明しろと。いや、その俺最近舞台のあれでその辺のこれ調べてたから、たまたまそれが友達との話の種に上がっただけなんだ。今そっちの都合が悪いのは別にいいよ。なんか代名詞ばっか使ってんな、あれこれそれとかも困惑してんじゃねえか。あ、やっぱ大丈夫、俺から無理だったって伝えるか。それじゃ先に切るよ。俺は過去からの返事を待つことなく電話来た。ああ、よくバレるところだった。いや大丈夫です、むしろこれはこっちの事情のせいというか。そうしますか。あーん、しょんぼり側のリクラクにもだいでしまうが、僕にはシーフーパイセンがいるんだ。君はプライベートでいじくり回してあげるからね。ユンバはインタビューに関係する話をまだしていたいように見える。やっぱ話したがりな感じはあると思うんだよね、中国語がちょっと硬いだけで。しかしながら彼の操る不明瞭な言葉ではこの複雑な民族情勢を説明できそうにもない。機会があったらまた彼や過去ともっと話をしようか。そうすればきっとこの辺りの事柄に対する理解が深まるだろう。いやー、ランドローさん、こちらこそありがとうございました。いやー、見返りな、おお、欲しいのか見返り。ふいえ。冗談だと言ったものの、結果的にランドローさんはふいえが食べたいものを買ってくる形だと。ふいえ、何やってんの。まあいいか。あ、そうそう、結局なんか胃に収めるのも、りょうくんだった。本当にもう。シーフーパイセン、お会いしましょうよ。今日の試験を終えた俺は、もはや習慣化しているとすら言える足取りで書店へとやってきた。あ、来ていた。ここ最近立て続けに起こった事態と試験によるプレッシャーに疲れ気味だった俺は、少し気を抜いてのんびり見ていたいなと思っていた。今日一緒にいるのはフイエだけ。俺たちはそれぞれ見たい本を手に取って、書店中央の読書エリアに座る。へぇ、そういう読書エリア、あ、これ図書館だっけ？あ、いや、書店だ、書店。書店にそういうエリアあるんだな。立ち読みする人になんか親切な感じで、逆になんか人気出そうだよね。俺が手に取ったのは一冊の短編小説。内容的にお手軽だ。こういう小説なら脳にかかる負担も少ないだろう。と思って手に取ったものの、それを読む気力がいまいち湧いてこなかった。やっぱ漫画とか読んだ方が気楽なんじゃない？あら、ため息しちゃって。何気なく開いた俺の口からついため息がこぼれた。やっぱね、フーヤパイセンは先輩すると思ったわ。スパーパイセンと混ざっちゃった。俺は辺りを見回した。試験期間中だからか。今日の書店にいる人は少なめで周囲が静かに感じられた。それで気になった俺は少し声量を絞る。なんでもないよ、ちょっと憂鬱になっただけ。そうですね。まあ先輩から見て部分は間違ってないけどさ。いやダメだ、憂鬱になるよ、パイセンともっとイチャコラしてんだよ。フーヤは俺の頭に触れ、首から背中へと優しく引っかくように撫でた。いいな。その感覚がとても気持ちよくて、俺は自然と目を閉じてしまう。いいな。まあ本読んでますか。俺は最初からそのつもりでだったんだけど、今日の冬は一体どうしたんだ。いくつか言いたいことはあるけれど、書店内でごちゃごちゃと喋るのもよろしくない。仕方なく俺は読書を続けることにした。最初こそ噛んじゃった。
最初こそ多少苛立っていて読む気が起きなかったものの、書店内の落ち着いた雰囲気は次第に俺の精神を、これ休めていくでいいんだよなきっと、そうだよなきっと休めていくでいいんだろうな。あとはコーヒーの一杯でも飲めたなら、まあ、書店内での飲酒禁止だけどさ。俺はこの後飲み物を買いにちょっと食堂行こうかななんて的外れなことを考え出したりして、たまに読書の手を休めながら午後の時間を過ごしていった。パイセン、金曜日の夜、先輩は再び食堂で、おお、マジ待ちかめていた。パイセン、あー、あなたの笑顔は、草花は私の心を癒してくれますね。ゼノブレイド2のあのセリフ忘れちゃった。何を言おうとしたか、デートですよね。何を別れって言うんですか、やっぱりな。先輩、俺たち本当に付き合ってないんですから、それデートなんて言いません。いや、それはデートだ。あ、てか待って、これもしね、BGM できるかもしんねえ。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと BGM でかかったです。ちょっと一回り小さくしました。ごめんなさい、なんかデスクトップの音声がね、いつもこれ実況するとき45にしてたんだけど、なんか間違って今75だったからさ、挑戦しました。失礼。これちょっとちょうど良くなったんじゃない？先輩の方から俺を探していたことについては嬉しく思いつつも、デートに付き合わされるとなれば話は変わってくる。俺は内心複雑な状態で先輩とコントのようなドタバタ騒ぎを繰り返す。へえ、そうなんだ。付き合い出す前にデートってするの？それってデートなのかな？わかんねえな。なんか、僕未だに童貞少女だからよくわかんねえんだよな。もう得意してますし慣れてます。まったく先輩いつもヘリクスばかりこねるんですから。だがこのヘリクス心地いいぜ。もちろん付き合うぜ。まさかさ、ここで付き合ってさ、前みたいなさ、バッドエンドみたいなことになんないよね。大丈夫ですよね、パイセン。先輩俺の目を見て涙ながらに訴えてる。これを無限に拒絶しろというのはあまりにも難しい。今度こそ二人きりがいいのね。ほんと風家は相変わらずね、パパーンなんだから。君はね、もっと外の世界知りたいんだもんね。よかったよかった。何回で週末とかね、会ってくれるならパイセン安心ですわ。いやー、僕は気づいてる。りょうくんが気づいてないだけだ。でも僕はパイセンのね、そのね、可愛さ、しかと身に染みてますよ。あと、バッドエンドに連れて行かれたことだけは、もう何が何でも忘れません。あの衝撃。先輩さっき言ってたことと逆のこと言ってませんか？てかあれバッドエンドなのかな、よくバッドエンドじゃなくてあれもあるしハッピーエンドかもしんないね。うん、そんなこと、あ、ごめんごめん、これちげえや。ああ、そうなんだね。それもただ遊びに行くだと思うんだけどな。まあパイセンからしたらデートなんだな。そりゃまあその通りかもしれませんけど、もちろんだ。これでさ、ちょっとまだこれでまたちょっとバッドエンドになったら怖いから、ちょっと今のうちに記録しとくわ。ちょっとごめんなさいね。もう前のトラウマか。あ、これ1ヶ月ぶりにやってんだ。へぇ。もちろん行く。はい。確かに先輩と出かけるのなんだかんだ言って、楽しいですから。うわっしゃい！いいね。これちょっと隠してサムネイルの候補にしよう。OK。先輩、そういうのは自分で言うもんじゃありません。先輩が自分で言い出しちゃうとこっちは肯定する気は失せるんですからね。だが肯定しよう。あなたは可愛いと。このパーカーすげえ可愛いんだよな。てか中下着とかなんか着てねえかな。興奮すんな。落ち首。はいはいはい、先輩すごく可愛いです。俺は別に褒めてませんけどね。で、明日は先輩に付き合えばいいんですよね。それで満足ですか？もちろんです。話が終わるやいなや、先輩手を振りながら走り去っていた。一体何を準備するのか。おまけに食堂に来たっていうのにご飯食べていかないの？お腹空かないんすか、パイセン。先輩に自由すぎる思考が読めるわけもなく、もう構わないことに決めた俺は自分の食事を取ろうと座る席を探し始めた。今日パイセンのカットイン多くて感激ですわ。土曜日の朝、フエとユンバオには留守番を頼み、俺は先輩と出かけることにした。おかしなところってどこですかね。どこですか。なんか野外じゃねえ。なんか道の端とかでレイプされちゃうような、そんないやらしい道とかですか。なんか毛もほも同人誌でよく見かけるような、うん、
なんか道端ではないか路地裏のなんかレイパーの、もういいや、もうちょっとなんか妄想が今日はかどってんな、ごめんなさいね。分かってるって。それにこの辺りにおかしい場所なんてね、えよ、心配しなくても大丈夫。じゃあ行ってくるね。そんな心配っすか先輩、なんでまたここに来たんですかって感じでね、ちょうどキリがいいからね、うん、20分だしね、今日この辺にしときましょうか。よいしょ、よかった、結局バッドエンドじゃなくてよいしょ、じゃあセーブしてと。はい、セーブデータ上書き。よし、じゃあ今日の、実況ですかね、見てくれた方ありがとうございました。今回ね、まあなんか進みといえばまああんまなかったかな。今日久しぶりにパイセンとね会えたということでね、僕は嬉しく思いますよ。次回パイセンとのデートお楽しみにくださいませ。それじゃあ帰ってケモホモ同時視聴も読もうぜ。あー可愛かったパイセン。じゃあねー。